最近暑いですね。アイゼン宗介だ。今回はナスのパルミジャーノを作っていく。簡単に言うとうまい地層だ。パルミジャーノとはパルミジャーノレッジャーノというチーズのことだ。パルメザンチーズとよく比較される。ほら、現世の300円でドリアを食べられる緑色の施設によく置いてあるだろう。それがパルメザンチーズだ。両者の違いは認定を受けているかどうかだ。もしパルミジャーノレッジャーノを口にしたいならば、認定を受けているものなのかよく確認してほしい。料理に戻ろう。今回はトマト缶を使用せず、フレッシュトマトを使用する。フレッシュトマトを使用することによって、さっぱりとした口当たりになり、トマトの食感も残るのでおすすめだ。そしてこのトマトと玉ねぎを融合させていく。玉ねぎは焦がさないように気をつけてくれ。最後の工程でもう一度火を入れるため、そこまで熱を通さなくていい。今投入した緑色の葉はオレガノというシソ科の多年草だ。中国名は牛脂。まるで残白糖のようだな。香れ、牛脂。今回はこの長ナスを使う。長ナスは焼きには不向きだが、まあいいだろう。それにしてもこの長ナス、命を刈り取る形をしてるだろう。怖えか。誰が。そうか、俺は怖い。怖い。自分の力が巨大すぎて怖いか。9割の仮面を剥ぎ取った俺の力は大聴覚のそれと同等。生きることは困難な問題の連続だ。少しでも多くの正解を選択した者が生き残る。大層な弁舌だ。爆弾の62、百歩乱観。なめるなよ死神。自分の握る剣に怯えぬ者に剣を握る資格はない。俺はそう教わった。くっそ。今頃恐怖を覚えたか。ようやく俺と対等だな。体調覚と同等か。見当違いもいいとこだぜ。料理に戻ろう。断面をきれいに見せるために型崩れを防ぎたいのだが、なかなかいい方法がなくてね。いい焼き色だ。完成だ。今日の飲み物はこれ。マイロック。マイロックは6世紀にイギリスからスペインにやってきた司教が伝えたと言われている。とてもすっきりとした口当たりで、まるで原料の産地であるガリシア州の海辺を休日に散歩する光景を連想させる味だ。待っただろう、ナミエ。それでは一度乾杯しようか。挽回。私の好みで買ってきてしまったが、口に合うだろうか。気に入ってもらえたみたいだ。さあ、問題の料理の味はいかが。形は少し崩れてしまったが、いいな。料理は見た目ではない。料理とは素直。どうした、ナミエ。白道の揺れを感じる。まさかこれは ADP 反応。料理の美味しさに比例して現れる反応。まさかこんな時に現れるとは。あちちゃ見てた。まさか自らの作った料理で ADP 反応が出るとは。なかなか興味深い経験をしたよ。私にも食べろというのか。いただこう。またよろしく頼む。